マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ本日はマルベリーとお知らせをじっくり確認しようのコーナー、イエーイ。はい、ということで、皆さん普段お知らせをじっくり見るタイミングが、まあ、なかなかね、取れず、重要そうなところをさらっとね見逃す程度の人も多いのではないでしょうか。まあこの機会にねマルベリーとお知らせをじっくり見ていこうではないかという、動画でございます。あ、早速ねお知らせ見ていきましょう。まずはですねメンテナンスのお知らせがありますね。はい、2月17日にですねついに新大陸の、実装がやってまいります。そのメインストーリーのね追加に伴って2月17日当日、早朝2時から、7時にかけてメンテナンスが実装されるようです。内容としてはですね、メインストーリーの追加に、プラスアルファですねストーリークエストとサブクエストの経験値アップイベントの準備されるようで、まあ、期待のイベントとなりそうです。また新しい福引きの追加、2月のログインボーナスの実装も予定されているということでした。それにプラスしてさらには不具合の修正も同時に実装されるということなので、まあ、こちらはね後ほど詳細を確認していきましょう。以前の動画もでもお伝えした通りですね、私も、ニコ生放送でですね当日2月17日アップデート更新30分前の早朝6時半頃から、新大陸クリアするまで眠れまてん放送をね開催予定でございますので、こちらも注目ポイントでございます。そしてですね一旦一覧に戻りましょう。現在、確認されている不具合についてですね、こちらを確認していきましょう。2月10日に、上級職が実装されバージョン 1.2.0 に、アップデートされて更新された星のドラゴンクエストですが、その更新により新たに確認またはですね今まであった不具合のまとめがお知らせに記載されております。最初に、こちらすでにですね対応済みの内容となっているようですが、星ドラを起動した際にいきなりダンジョンリストから始まってしまう不具合が発生していたようです。この件は私がですね生放送とかで実況している際にもですね数名の方が同じ現象になっていたようで、まあ、対処方法等でですね質問されていた方が何名かいらっしゃいましたが、まあ、もし同様の現象になってしまわれた方はですねここに改善方法が書かれておりますのでぜひお試しください。次に、はい、こちらですね、はい、ストーリーを振り返る機能が実装されたということで、一部、まあ、動作としてね正しくない箇所があったようなので、まあ、その報告でございました。続いてはダンジョンミッションでスキルミッションが条件、スキルフィニッシュが条件の際に発生していた、まあ、ユーザーさんにとってはちょっとねラッキーな不具合だったようでございます。まあ、こちらに書かれております。そして次はですねここがですね重要なお知らせですね。はい、こちらも私が生放送を行っている際に多くね報告いただいた内容ですが、ロトの兜の回心率のアップのスキルがですね誤って強化できるようになってしまっている不具合でございますね。こちらは画面で、実際に確認していきましょう。一度お知らせを閉じて、はい、道具袋を見て防具から、頭の、はい、ロトの兜ですね、はい、こちらでございます。このようにですね、回心率アップの防具スキルレベルが5分の1と表記されており、スキルが、まあ、上げられるようになっています。まあ、今まではですね1分の1の表記でスキル上げはできなかったのですが、実際にです、実際にスキル上げをしようとしてみると、一度閉じますね、一度閉じて門屋から強化工房のスキルの強化で防具を選択し、頭のロト兜ですね、でこの回心率をタップしてスキルの強化で素材にスキル強化玉とかを選んで、これ強化開始をしちゃダメですね。はい、このようにですね5分の1から5分の5回心率が3から3ということで値の向上はしない状態になっているようです。まあ、このようにですね、まあ、本来上げられないはずのスキルが上げられてしまうという不具合が発生しているようです。ちょっと一旦お知らせに戻りましょう。こいな。あ、メンテナンスじゃない。こちら戻る。はい、こちら。で、ロトのところですね。はい、ここ。強化のね、ロト兜がこのような不具合が発生しているようです。まあ、ということですが、まあ、このように本来であれば強化できない防具スキルがすでに誤って強化してしまった方、もう実際やってしまった方、がいるとですね私の方にも何件か
報告いただきましたが、まあ、そんな皆さん安心してください、補填されますよということで、ちゃんとね運営さんが後ほど、補填対策をね取っていただけるということがここに書かれておりました。続いては表記の不具合ですね。はい、まあ、該当の不具合がね確認されている方もね、安心してくださいといった感じでしょう。ここも、そしてここからかな。はい、ここからは以前、あるですね、以前からか、以前からある不具合で、まあ、毎回のアップデートで調整されている運の良さ100倍現象、100倍じゃねえや運の良さ100現象でございます。今回はですね発生条件が明記されております。はい、一度マルチプレイに参加もしくはマルチプレイが終了した後5分以内に転職を実行し再度マルチプレイを行うと運100でも宝箱1個が、まあ、確定、宝箱1格にもかかわらず正しく報酬が受け取れない現象が発生する場合があるようです。まあ、対処方法の明示はここには書いておりませんがマルチ PT に参加する前に必ずね必要な職業に転職しておく、あとはどうしてもね転職が必要になった場合は、まあ、ちょっと効果があるかどうか分かりませんが、まあ、一度転職した後アプリを再起動してからマルチに参加するなどすればおそらく問題ないかなと思われます。そしてで、さらにマルチプレイにて一部の CT がですね極端に長いスキルについてですね不具合が起こっていると。で、まあ、ここに記載されている内容とさらにその下ですね、はい、ここら辺ですね、下に、書かれている内容も合わせてなんですが、んー、まあ、演出やエフェクトで、まあ、あとその他戦闘に関わるさまざまな AI がですね原因でスキルがタッチしてもなかなか発動しない、もしくはまあスキルが使えないように見えている、状況が発生しているようです。私が報告を受けている分に関しては賢者のザオラルが一番多い報告例でした。まあ、特に2月14日でまあ終了してしまったゾーマ戦で多く発生事例が、報告されていました。他ダンジョンで、ザオラルの正常動作というのはですね確認できているので必ず発生する不具合ではなさそうですが、比較的頻繁にザオラルの場合は発生していたようです。一つ飛ばしてしまったのでこちらかな、はい、こちらですが、少し戻ってここ、うん、いいんだね、はい、上級職の魔法連山が魔導連山になってしまっていた、ご表記があったようです。まあ、これはね新スキルでも互換スキルまたは弱体上位のスキルでも何でもなくね表記の不具合ということだったので、ご注意ください。でここまでが、はい、ここまでですね現在も対応中の不具合の報告でした。で続いては対応済みの不具合についての確認をしていきましょう。防御時にですね、状態以上の解除アイテムを使うと防御が外れてしまう不具合、また死者の怨念の蘇生後の不具合があったようですね。はい、これが解消されたと。私はこれらの現象ね一度も出会ったことがないんで、もしくは気づいて、まあ出会ってるけど気づいてないっていう感じなんで何とも言えませんが、まあ良かったと思います。そしてここですね、この次の内容はかなり大きく、影響していた件です。ちょっとここからですね話がかなり長くなるので、ご了承ください。一部のね、人たちの中では連打バグとも言われていた、本来であればスキル実行後、発動待ちになるはずのスキルが演出中に何度もタップできてしまい、まあ、誤動作を起こしていた件が、まあ、解消されたという内容なんですが、まあ、これはですねマルチプレイでもう明らかに変化した点です。今までのマルチプレイとは本当にもう明らかに違って、スキルの発動待ちや演出中の CT 推移が敵味方ともにですねしっかり止まるべきところは止まっているということが分かります。まあ、いい意味で正規化されたと言えます。その逆にですね、まあ、今までに慣れてしまっている人にとってはなんかちょっと少々もたついているように感じてしまっているかもしれません。しかしですね、これは今回のアップデートによりすごくですね戦いやすくなった、と言いますか次のアクションを予想しやすくなりました。なので戦術の構築がですねしやすくなった、非常に素晴らしい修正だったと私は感じています。まあ、特にゾーマ魔王級での相手の CT ワープがほとんどなくなり、魔王級以外では間に合うタイミングでの防御操作が魔王級では間に合わなかったなどのですね、体感よくしていただいた方、よく経験している方他にもいらっしゃると思いますが、まあ、その体感としての煩わしさがなくなったと感じています。
ただ魔王級では一部以前よりはかなり改善していると思いますが、まあ、味方のスキルの発動状況や相手の多重、アイテムの多重使用、演出の重いものとかが重なった際だと思うんですけど、まだちょっとね CT ワープのようなものがね発生して しまってる部分もあるかなっていう感じでした。まあここは確証がありません、ただそんな体感でした。またこの改善のですね、本質はですね、今まで、まあ、今何度も言ってる部分でございますが、連打バグが解消されたというよりもですね、 CT 推移が完全同時進行ではなく、止まるべきところはしっかり止まり、同時に進行するところは同時にちゃんと進行していくというようにですね、まさに正規化という言葉が適切な改善となっていると思います。その反面ですね、今まで星ドラの中では最難関ダンジョンでの有力攻略手法であったマインドブレイクなどでまずはショック状態を付与しながら、さらにボミエなどで相手の行動を遅延させ、そしてピオラなどの味方の行動速度を速めることで、味方のスキルリレーをして相手に行動ターンを渡せないようにするというですね、最強封殺作戦というものがありました。しかしこれが今回の正規化により事実上実行するのが困難になってしまいました。何度も繰り返しになりますが、今までは完全同時進行の面が強く出ていた戦闘システムだったんですが、正規化によりスキルの CT が明確に止まっていくので、スキルリレー自体が困難になったこと、さらにはですね、逆に本来推移するはずの時間軸がですね、今までスキルリレーすることで強制的に遅延させられていた部分が正しく推移するようになったと感じられているので、まあ、ターン経過がですね、必然と起こってしまっているような体感です。そしてさらにはそのターン経過が行われることで、魔王級などでは敵の通常行動ごとに毎回必ずこちらのバフ効果を打ち消してくる、凍てつく波動を実行してくるため、まあ、ピオラ効果での CT 加速ということもですね、基本的には見込めません。なのでこの点は非常に大きな攻略方法に関わる内容となっている印象を受けました。話は少々脱線してしまいますが、アップデート後からゾーマ伝説級や魔王級のゾーマが強くなったという話や、ボミエやショックなどの状態異常が効きにくくなった、最終ゲージの強さが変わったなどと様々な話をよく耳にするようになりました。こちらについてはですね、以前のゾーマと相手に与えるダメージやこちらが付与されるダメージの比較を行ったわけではありませんので確証ではありませんが、状態異常系については少なからず成功率はあくまで確率のため、一時的な偏りでですね判断すること自体がちょっと難しいことだと思います。さらに、まあ、そもそも入りにくくなったということ自体の印象ではなくて、まあ、おそらくですが今回のアップデート後の戦闘システムの正規化によりターン経過までの速度が、まあ、相対的に今までと比較して早く、まあ、結果としては感じるようになってしまったので、効果継続がですねうまくいってないような印象が、ね、強くなってしまってるんだと思うんですね。まあ、それがちょっと発想が飛躍して効果の成功率も下がったんではってこう疑問を抱いている人が、まあ、いらっしゃるのかもしれないということですね。またこちらが付与するダメージ自体が、減っているように、感じてしまうのも、今までは戦いの歌などの、火力アップが、まあ、ほぼ常時ですね継続されている状態での火力イメージっていうのが、まあ、魔王級ではね強く残って、しまっていると思うんですね。でそれが、まあ、今回の正規化によりこちらのバフ効果が相手の行動ターンが来た瞬間必ず打ち消しされてしまうので、こちらの、戦いの歌の効果継続もうまくいっていないように、まあ、感じてしまう、そこが起因しているのかなと思われます。で最終ゲージの強さに関してはですね、こちらも明確な想像はありませんが、確かにノーモーションで凍える吹雪を連発してくるということはあったにせよですね、まあ、これについては今までの AI でもごく稀に発生していたことなので何とも言えませんが、まあ、とにかく実際に私も伝説級魔王級をですね大変恐縮ではございますがかなりの数チャレンジさせていただける、機会をもらえていますので、まあ、そこで感じた内容をお話しさせていただいております。実際にゾーマ魔王級のステータスがもしね変更されていたとしても、ポイントはですねそこではなく、今言った正規化によるバフ効果デバフ効果の継続が攻略の最重要ポイントだということは変わりないと思いますので、まあ、その点この動画で発言させていただきました。しかしですねだからといってバフデバフ効果のあるスキルが全く使えなくなったということではなく、今までとですね攻略手法に違いが出ているということも、間違いない事実だと思います。例えば、今までは封殺作戦をより角度の高いものにするために
補助呪文のピオラが非常に有効なスキルでしたが、今回のアップデートにより魔法級ではピオラは非常に利用しにくいスキルとなってしまいました。代わりに台頭してきたのはルカニです。ルカニがですねかなり有効なスキルと変わりました。ボミエに関しては今までもですねボミエ系スキルの上位スキルはメタスラユミのサミダレ流星群だったため、もともとサミダレ流星群がない場合の代替スキル、もしくはそれのさらに補完というような捉え方で、優先度自体は高くないので、ぜひですねこの、ルカニですね、ルカニは相手に確率で、守備力ダウンが入るんですが、バフ効果の打ち消しが あるため、正反対にそのルカニというものが、注目されていくのかなと思います。また戦いの歌は今回のアップデート後も基本的に最優先スキルという部分は変わりません。最優先といいますか必須スキルですね。しかし変更点としては使うタイミングが変わったという印象です。ラストゲージまでの道中は戦いの歌を歌って火力を補うんではなく、ルカニで先ほど言ったルカニで守備力ダウンをさせ火力を確保し、相手の AI による攻撃力ダウンが発生した際の打ち消しとして戦いの歌を利用することだけに徹した方が重要になりそうです。マインドブレイクなどショックが発生した際、そのタイミングで即戦いの歌を実行して火力アップを図って畳みかけるということは、ということと、あとは今まで通りラストゲージの火力アップは変わらず求められますが、ショック効果自体の継続もスキルリレーができないため今までほど効果は期待できません。なのでタイミングよく実行できればとても有効な手段なのは変わりない部分ですね。以上ですね、長々この改善点でお話をしてしまいましたが、本題としてはあくまでも発動待ちのスキルボタンを再度タッチできていた不具合の解消がされたというお知らせでございました。でやっとですね、本題に戻りまして、あとは背景拡大の不具合についての解消もお知らせされております。こちらはですねよくツイッターでねネタ画像としてねよく投稿されていたものだと思いますが、ちょっとですねこれも、見れなくなってしまうんですね。ちょっとね少しだけ寂しい気もします。はい、ホットマンとね麦ちゃんの笑い声も入りましたが、そんなことはそれは置いといて、次に書かれているですねまた宝箱確定の不具合については、こちら現状も解消してない不具合とは、別にですねすでに解消している部分のお知らせですね。なので上の表記であったものとはまた別にここは解消しているよという内容でございました。またですねここをちょっと私もこの間気づいたばっかなんですが、複数回攻撃、するスキルのダメージの不具合について、解消されたということですが、ちょっと重要なポイントはですねこの注意書きの方にあることなんですが、メタスラの弓のサミダレ流星群についてはそのままの性能が適用されるということで、結論から言ってしまうとサミダレ流星群は2回目以降のダメージに、倍率が乗ってしまう仕様がデフォルトになったということのようです。これ、今まで通りなんで特に変わりないんですけど、ちょっとお得感がありますね。それらですね、さらにこれ以下についてはですね、何度もお知らせで言われていることなので、情報としては割愛させていただいて、最後に、こちら、どこだ、これですね、ここ、毎回ですね、アップデート内容に書かれていて、何がもう正しくて、何がどうなってるんだみたいなのがね、ちょっと不明確な部分ではありますが、最後にですね、お知らせの表記自体にですね、ちょっとですね、矛盾が発生してしまっているんではないかというですね、記載があってですね、実際はどうなっているのかということを検証した件をお話しして、この動画の最後とさせていただきます。不死鳥の守護などのリベホイミ効果最低4ターンの単消化ルールについてです。お知らせにですね、変更内容がここに書かれております。で、調整前は回復タイミングが通常攻撃とスキル攻撃のタイミングというふうに書かれていて、調整後、今回今の現状ですね、今の現状が回復タイミングが通常攻撃のタイミングというふうに書かれています。なので変更された内容としては、通常攻撃やスキルのタイミングで消化されていたターンが、消化されて回復リベホーム効果が発生していたものが、スキルはもう依存してなく、とにかく通常行動で、通常攻撃が発生した時にのみ回復していくよっていう風に変更されたってここに書いてるんですね。でここの表記も見ると、ダメージ 50% 減3ターン有効で、行動時に自分の HP を30ずつ回復、4回発動という形に書いてます。初回で、
この初回っていうかダメージの 50% 減は3ターンで、行動時に自分の HP を30ずつ回復するのが4回行動、まあ、この行動時って緑で書かれているのがここですね。調整後の回復タイミングで通常攻撃のタイミングと定義されているものがこの行動時というふうに言われています。しかし下に行って例があります。で、例の不死鳥の守護の場合、スキル不死鳥の守護を発動すると防御状態になり、即座に30ポイント HP が回復します。ここまでいいですよね。その後防御状態が続いている場合は防御行動時にターンが経過して HP が回復します。これ通常行動っていう意味ですね。通常攻撃が発生するのではなくて、防御中攻撃は発生しませんので、単純に自分の通常行動のターンというのが内部的にあって、そこに来たら HP が回復すると。ここもいいですよね。で、他のスキルを使い防御状態を解除したタイミングで HP が回復しちゃいますと。その後は通常行動もしくはスキルを発動したタイミングでも HP が回復します。合計で4回 HP が回復します。という感じなんですが、何がなのかというと、もう一回ちょっと上に戻ってみると、ここ変更前に、スキル攻撃のタイミングは含まれていたんですよ、変更前は。しかし調整後はスキル攻撃のタイミングが、含まれないように変わったよというお知らせにもかかわらず、例のところで、防御状態を解除したタイミングで、他のスキルを使い防御状態を解除したタイミングで HP を回復、その後通常行動もしくはスキルを発動したタイミングで HP が回復、どっちなのっていうね。ちょっとこれ表記の問題なので、その誤表記というよりかは表現の問題なので、なかなかニュアンスが捉え方が難しいという点がありますが、ちょっと矛盾しているように感じてしまいます。2016年2月15日現在の仕様では、例に書かれている通りスキルを使ったタイミングでも消化されていくようです。これを実際に検証して、確認しております。なので、例の方に書かれている方が正しいんですが、ちょっとニュアンスの問題なのかなという印象なので、この点については、ご注意ください。不具合の、訂正をするお知らせ自体の公表記なのかニュアンスの捉え方なので、捉え方の違いなのか、ちょっと難しい点なので、この点ね、そういった意味でもご注意いただければと思います。ただしですね、不死鳥の守護などのリベホミ効果の使用については今後も調整されていく可能性が十分ありますので、今後の動向に注目の内容だと思います。ということですね。あとはバーっと下に書かれておりますが、ここら辺もですね、以前からですね、アップデート内容でお知らせされている内容なので、マルビと一緒に見ていこうとは言いましたが、全部が全部ですね、お話しているとですね、ただでさえ長い動画になってるんで、これ以上長くしてはいけないということでございますので、ここら辺は皆様ね、もう一度目を通してみてはいかがでしょうか。ということで、ここでね、すべてのお知らせを見終わりましたので、この辺でお別れとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。